ということで、続いての試合が先ほども言いました通りエイム VS ヨッシー。 M 君今日あれですね、あのジョーカー、ジョーカー、ジョーカー、ジョーカーとヨッシー君は最近どう、なんか迷走してるけど結局クラウドみたいな、クラウドと2番目に使ってるのはジョーカーらしいですね。やっぱりジョーカージョーカー増えた、そうジョーカーもね、まあ海外で MK レオがやっぱね日本でも活躍して帰って海外でも活躍、昨日かまあエスピア大会優勝したし、自分で使うと使える気しないけど、結構でもゼロサムにはそこそこ刺さる、あーそうなんそこそこ刺さる、まあ、結構、うん、けどなんかあの他のきついキャラと比べると、まあまあ、でも結構その相性的にはいい方だと思うんですよ。はい。さあこれジョーカークラウド行ってみましょう。これはどうなんだ、どっちも貯めるキャラ、そうですねどうなんだろうな、クラウド側はこう自分で能動的に貯めることができるけど、まあジョーカー側はまあ受け身的にしかゲージを貯めることができない、ところさんは結構なんか出そうな感じはしますね。でも粗品の場面になったら一撃で終わりそうな、そうどうしてもジョーカー側の副都市がちらつきがちですよね、イメージ的には下ガン来たらもう終わりみたいな、そうですね、もう溜まった 71% 早くに溜まって、でもここで溜まるとちょっと美味しくないですよね、あの激戦の場面になった時にないっていう状況になりそうで、そうなんですね、ここでやりきりたいのがジョーカーの本音だと思うんですけど、おこれはでもリミットが溜まってうまい、あしかしナイフになってしまった、うまい、上にも移動回避することによってタイミングもずらして、さあまだアルセルがそろそろ切るか倒しきれるか、あ消えてしまった、いいタイミングですね、ヨシイ側としては、そうですね、なんとかしのぎ切った感じですね、ここから試されるのがあれですね、やっぱりお浄化の技量、そうですね、やっぱりなんかこうどっかしらで、ね、通常状態のスマッシュで倒さないと厳しいイメージは俺すごいある、うんうんうん、あ意外とやっぱりなくても飛ぶ、やっぱりこの空中飛行、そうなんですよね、横に飛ばせるから結構いいんで、ベクトルがいいですね、確かに、まあ、でも本当に真横に飛んでいくから、そうさあ 120% まだ空母で、まあもうこれで空母で結構余裕で、もう崖際じゃなくても結構余裕、 うまい、あの UB で崖掴むのあっちの方が安定するからやってる感じですかね、そうですね、なんか俺クラウドの最速崖掴まれてちょっと難しいイメージ、あーまあそうですね、基本的にはそうだと思います、前作のそのゼロサムがね UB で掴まれて似たような感じだった、さあダウンの読み合い、おー比較的コンボにはね、あそこにちゃんとやっぱり反逆入れれるのはうまいですね、うまいですね、ちゃんとどのコンボが確定かそうじゃないか知ってないとできないですね、やっぱありますよね、あ今作ああいうの、はい、おーおーおお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 どうしてもね、アルセーヌ温存したいから移動回避で掴みたいところなんですけど、それを読んで置いておくっていう、これはあいやまだ大丈夫、おうまい、やりきっ、しかしてるわ完璧、でもまだあるよまだあるよ、まだあるよ、うまい完璧でしたね、何回100点まで出すんだって感じですかね4連続でトン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 怖い、もうなんか1回外出るだけで怖いです ね、これはあ大丈夫、大丈夫、駆け上がり競技、さあ下投げから上で暴れていく、いいタイミングで合わせに来ましたね、そうですね、結構こっからだともう全然いいタイミングですね、おこれは危ないところ、しかし上でさあ、ヨッシーがここなんとか耐え抜きたい、そう、ここ耐え抜けばヨッシーに傾きがちだと思うんですけど、そうですね、さあ、ここ耐え抜くことができるか、残り10秒ぐらいまあそう10秒ないか、さあ、これは当たってしまってパーセント危ない、これはあやりたくなりますね、もうあとちょっとだったから、ここを空下でごまかせばアルセン抜けれるけどってところでちょっと焦っちゃった感じですね、そうですね、多分今の回避表卓が上スマで、回避が、まあ、いや一番やりたい行動なんで、回避を見たいところ、うん、じゃあそこには空下で暴れてやろうってところに対して空下まで見るっていう3手先行きましたね、そうですね、ちゃんと暴れたところ、やりきりましたね今の、あそこで倒さないと、まあ、逆にエイム側きついけど、ちゃんとあそこで冷静に見るっていうのはできてるのが、素晴らしいですね、今素晴らしいですね、偉いな、さあ続いてポケモンスタジアム、カード変わらずジョーカークラウド、まあ、終始エイムさんのターン維持能力が結構高かった結果、
まあ、自分の弾逃さず勝ったって感じですね。そうですね、結構クラウドがライン詰められてきつい展開みたいなのが多く見えますね。さあ競技一発で 23.9% 高すぎ23.9% そう高いバババーンで終わり合格でね。さあこれはクエはなかなか今作はクエ機械とってもつなげにくいですよね。クエの外出していいところで溜まってくる。クレミー見ていた、うわやったこりゃ、ヨッシーさん、ヨッシー君本当うまいっすね。あれうまいっすね、ちゃんと見てる最大。なかなかこの作ってやっぱリミット切れちゃうじゃないですか、はいはいはい、ああいうとこ焦ってとりあえず競技で済ましちゃうみたいなことって結構あると思うんですけど、見逃せませんでしたね。見逃さないっすね。さあ打って変わってヨッシーのターン、もうノリノリですねこの男。さあお互い溜まってリミットを使ってる、さっきので。しかししっかり移動回避で怖い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 、押し付けてくる。おお止まらねえターンが反射してかっこいい。この阻止はタイミングをずらしてメトロに当たった。さあここでアルセールが切れる。こうなると本当に厳しいですね。あおこれやはりこういうところでやりきれるとね、ジョーカー扱いとしてね咲きますよね。一花人生の花、人生の花さあ上強で上げて、おおしっかり反逆。やっぱり一回使いたいですよね。その毎回アルセール失うために一回は反逆使って貯めたいところですよね。うん、そうどこもやっやはり OP かかってなかったから結構もう今の 1AP 吹っ飛んでくる感じですね。競技 23.9% 大事大事上強で返して空下からジャンプ使っていた。これはもしやし、おあちょっとこれはアルセーヌがたまる。かっこいいかっこいいですね今の。カットに入っていくさあこれでお互い、まあでもここでアルセーヌ逆にあるのはまあヨッシー側からすると美味しい。うんそうですね、投げ込んだけ入らないようにしたい感じかな。そうですね、そういったところに痛い痛くて 39.6%。 さあしかしそろそろ切れる。素晴らしい引き切り、これでなくなるこうなると苦しいか。でも先ほどからこういう展開になった時しっかりスマッシュとか、まあ、なんかあの空中スローとかって撃墜するイメージですね。さあこの阻止は危ない、危ねーだからワンチャン危なかった。さあジャスがしてうわーってか見切ったー、完璧ですね今の。単性バトルですね、単性バトルですねお互い自分のゲージが溜まってる時が本当に有利キャラコンセプト通りの、そうですね、まあ、面白いですね。任天堂が望んだ試合ないじゃないですか。そうですね見てても面白いですね、こうお互いこのどっちがこうゲージをしっかり管理して自分が倒したい時しっかりとそう持ってこれるかって結構大事そうですね。これそうですね、ちゃんとやりきりますねお互い。さあ3戦目、あと俺この2キャラはいいのはあのビジュアル値がすごい高いのがいいな。ビジュアル値高いですね画面が映える、そうそうなんだよな。スマスタ映え、スマスタ映え、スマスタ空中上から下投げ、もう一回空中前、空中後ろ、高いな。あ、もしかしてやってしまった、やってしまった。ちょっともう一回突撃って、せっかく外にいるからってことでちょっと押し出そうとした感じが出ましたね。そうですね、しかしそこがウェビが当たってしまう。人間が今最も精神揺らぐ状態ですよね。そうですね結構今いいあの、まあ、状況的ないい状況だったんですよね。さあここでリミットは切れていく。今日切り、ですね相変わらず上切り反撃だった。さあ M がここでなんとしてもこのアルセルで本当に倒しきりたい。そうなんですよ、ここで倒しきれればまだ全体は、まだね、全然ここを当てていくと見えない。うまいか、惜しい。ウエスマ合わせようとしましたね。そうですね、うわー、残した、あー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 帰ってきた、早く行っちゃった今ね、アルセルギリギリだったんでもう早く当てたくてめっちゃ横スマ振ってましたね多分今の正解はちょっと待って、アルセルが切れるの待った方がゲージ的にはちょっと美味しかったです、ね、多分。ああ、まあ確かに、うん、ちょっとだけそうですね、まあ、あの普通の多分横スマホルダーも死んでたんで、そうってなると、まあ、一応正解としてはそう、でもまあ、まあ、細かいことですけど、まあ、かっこいいのはアルセヌと確かにビジュアルは大事って感じたもんさあしかしパーセントは溜まっている。エイムジョーカー、あでも溜まるか、溜まる、ここは危ない。今のむしろちょっと溜まったせいでちょっと怖かった、怖かったですね。横強
硬い反撃。さあここでクラウド側のリミットがなくなったので、パーセントはジョーカー側フリーザーが一発当てればもうほぼ五分ですね。これあもう五分だこれ。これはうわーうまー。あれされるともうちょっとクラウド側厳しいですね。ギリギリまでついていく粘着質な素子。褒めてる、褒めてますよ。さあ横火当たって痛い。内前で暴れて横今日見ているなんか M さんらしい動きでしたね。これはちょっと見ているか、止まんない、決意。いやー1ストメの事故からなんと、ね、もうあそこから1ストも落とさず逆転勝利、粘りきりましたね。逆にもう背水の陣というかやるしかないってことで、あれもう3戦終わった、あれ3戦終わったの、あれ今の1戦目だっけ。いや3戦終わったよね。そうだよね、終わったよね。まあちょっと試合内容が吉井さんの悔しいものだったんでダハハって会話してるじゃないですか。いやーやっちゃったなダハハみたいなね。いやー今の面白い試合だったな。